はい、どうもコバミントンの小林です。このチャンネルでは小・中・高校生のバドミントンの競技力向上のノウハウやメンタルトレーニング、バドミントン競技の解説などに特化した内容をお届けしていきます。もし興味のある方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ってことでね、今回はバドミントン上手くなる人の特徴5選ということでね、5つ紹介していきたいと思います。僕自身もね、今まで中学校から18年バドミントンに関わってきました。指導する立場でもね、もう10年以上やってるんですよ。で、たくさんの人を見てきた中で、例えば全国大会に出場する選手がいたりだとか、初心者からね、始めて関東大会まで出場するぐらい力をつけることがね、そんな方々のお手伝いをしてきました。そんなたくさんの生徒を見てきて、上手くなる人の特徴っていうのがね、あったので、それをね、今回紹介していきたいと思います。こちらです。じゃじゃん。上手くなる人の特徴は、目標がある。目的がある。シャトルを最後まで追う。人のアドバイスを聞く。軌道修正が早いっていうね、この5つがあります。じゃあね、1つ目から見ていきましょう。目標があるっていうことですね。まあ、例えばね、中学生とかで始めたりとかね、まあ、誰でもいいですよ。ただ、その時に、レギュラーになりたいだとか、関東大会にね、出場したいだとか、全国大会に出たいだとかね、何でもいいと思います。ただね、目標があるのとないのとでは、全くね、上達に差が出てきます。やっぱりね、目標を持つことっていうのは非常に重要なのでね、目標を持つようにしましょう。でもね、口で言うだけだとね、なかなかね、目標だとか夢とかって叶わないんですよ。で、その、目標がね、簡単に叶う方法なんていうのをね、今度ね、紹介しようと思いますので、そちらの方でぜひチェックしてみてください。はい、じゃあね、二つ目ですね。目的意識がある。ね、これどういうことかって言ったら、これは目標があれば、ね、何をしなきゃいけないかって出てくるわけじゃないですか。例えば全国大会に行きたいって言ったら、そのためには関東大会に上位に入らないといけないし、じゃあそのためにはね、どんだけ強くならなきゃいけないかとか、どんだけ打てるようにならなきゃいけないのかとかね、いろいろな要素があります。やっぱそこの大会に行くためには条件もあるし、やっぱ自分も強くならないといけない。じゃあ強くなるってどんぐらい強くなればいいのっていうのは、そこに出てる人たち、選手を見ればわかります。で、今なんてインターネットでね、YouTube とかで小学生6年生とかの決勝とかも見れるわけじゃないですか。中学生の決勝だとか。ね。もう、そういうのを見れば、あ、こういう風なバドミントンができたら自分はそこに行けるっていうのがわかるわけなんで、まあね、しっかりと目標を定めたら、そこにちゃんと意識を向けて、何をしなきゃいけないかっていうのをね、書き出してみましょう。だから、紙に書くっていうのはすごく重要です。ね。例えば県大会に出るためにはこれとこれとこれが必要っていうことを書いて目で見ればね、やることが明確になるわけじゃないですか。だからこれはね、すごく重要なんでね、ぜひね、目的をしっかりしましょう。はい、次ですね、3つ目、シャトルを最後まで追う。もうね、これはバドミントン対人競技なんでね、相手がね、やる気があるかどうかなんてね、もう見ればわかるんですよ。もうね、上手くなる子と上手くならない子の雲泥の差をつけるのはやっぱね、シャトルを最後まで追うか追わないかですね。やっぱり途中で諦めちゃったりだとかね、してる子は、まあそういう風なね、気持ちでも負けちゃうし、本当に勝ちたいっていう気持ちがね、全然伝わってこないんですよ。うん。だからね、やっぱそのシャトルを最後まで追うっていうのは、もし強くなりたい子はね、ぜひ意識してみてください。で、そのためにはね、足も動かさないといけないから、体も強くしないといけないし、最後までね、もう辛くて辛くてね、しんどくても、頑張って追うっていう気持ちの面ね、両方とも鍛えられますから、シャトルを最後まで追うっていうことはね、ぜひ意識してみてください。はい、次ですね。人のアドバイスを聞くです。で、これ聞くっていうのにも2種類あるんです。ね、ただ右から左聞き流すっていうのは、それは聞いてるうちには入りません。ね、相手がアドバイスしたことに対して、なんでそういうこと言ってんのかな、どうしたらいいのかなって、相手の立場になって聞く。ね、そういうことも大切です。で、上手くなる人っていうのは、しっかりと相手の話を聞いてるんで、もう目を見たらわかります。よくね、上手くならない子の特徴としては、聞いてんだか聞いてないんだかよくわかんないようなね、もうね、人の話聞いてる時にあっち見たりこっち見たりね、もう全然聞いてるっていうね、意思が全然伝わってこない子はやっぱりね、上手くなりません。うん、だから、上手くなりたいのであれば、しっかりと相手のね、目を見て、真剣に聞くこと、これがね、上手くなるためにはすごく重要なんでね、ぜひ意識してみてください。じゃあ次ね、軌道修正が早い。この軌道修正が早いっていうのは、ちょっとアドバイスを聞くっていうところにも被るんですけど、やっぱりね、
体って自分の思ってるようになかなか動いてくれないんですよ。足だとか手だとか関節だとかね、体の使い方って自分ができてると思ってもできてなかったりします。もうね、右足と右手がね一緒に出ちゃうようなロボットのような動きをしてる子も中にはいます。もうこれって運動神経って言ってしまったらそれはおしまいなんですけど、でもやっぱみんな上手くなりたいわけじゃないですか。そうしたら自分の体をうまく動かすっていうことをもうちょっとね意識してみてください。やっぱ目をつぶって両腕を平行に上げてくださいって言っても平行になかなか上げられないんです。それだけ人間の体っていうのは曖昧なんですね。自分が意識してこういうふうに動かしたい、ああいうふうに動かしたいって思ってもなかなか動いてくれないんです。だからね、体の動かし方っていうのも変えるように意識してみてください。はい、ってことでね、今回はね5つご紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。まあね、まだまだね補足で足りないところだとかね、伝えきれていないところっていうのもたくさんあるんでね、それはまた次回の動画で紹介していこうと思います。ってことで今回はこの動画は終了したいと思います。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。またお会いしましょう。またねー。